い、皆様こんばんは。ようこそ聖徒リバイバルの第9課に、出席してくださいました。ではお祈りで始めたいと思います。天国の父様、今日はリバイバルの定義について、説明について、語りたいと思いますので、力を与えてください。知恵を与えてください。聞く方一人一人は、このクラスではっきりと理解できるように助けてください。主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。では第9課お開きください。第9課ですね。リバイバルの定義なんですね。リバイバルとは何ですか？聖書はどう教えてますか？しかしまずね、ちょっと歴史で始めたいと思います。歴史的に考えたいですね。ですから、はじめにというところをご覧ください。ある人によると、本物のリバイバルは日本で起こったことがありません。しかし実は、日本の教会史にリバイバルはいくつかありました。じゃあ間違いです。日本で起こったリバイバルがないというと間違いです。まず1883年から7年間のリバイバルと伝道運動がありました。国中の教会員は5000人から3万人に増えました。1年に3571年の平均。これはすごいでしょう。もうものすごくたくさんの日本人救われました。数年間だけで。実はね、これは私は思いますけれど、これは元訳聖書が翻訳されてからされたばかりで、多分聖書の力でリバイバルが起こったんじゃないかと思いますね。900年、東京中祈り会があった、ありました。1901年、生活を深める目的の集会、大教伝道がありました。50教会、60人の牧師、12人の宣教師は参加しました。2ヶ月間に5307人は救われました。これはすごいです。2ヶ月間だけで、この、50教会の間で、そんなにたくさん救われました。そして、私の読んだ歴史書によると、あまりにもたくさん救われましたから、こう、もう受け入れることできないという小さい教会がありましたよ。で、救われた人は、あ、じゃあこの教会はお宅の近くにあるから、ここに行ってくださいという場合、いや、もう うちは余地がないという教会あったそうですね。ちょっと残念な結果ですけれど、そういう結果でしたそうです。で、この大教伝道ではね、私は読んだ歴史書によると、こうクリスチャンたちは、東京の大通りに出て、こうもう列を並んで歩いてて、聖歌を歌ってたそうです。そしてその場でこう近くに人いれば、あ、どうぞイエス様を信じてくださいと証ししたそうです。もう本当に素晴らしいリバイバルだったそうです。1900年の、大教伝道、次は1901年より、中田十字とチャールズ・カウメンの指導によってリバイバルが起こりました。二人は東京の街道を借り、大衆伝道集会を開きました。そして、そこに、1500人集まりました。それから10年間わたって東京の伝道所で伝道集会は毎晩なり、大勢の日本人は救われました。この集会、このリバイバルは日本のホーリネス運動の始まりでした。まあ私はバプテストとしてね、ホーリネス教会のいろいろこう賛成できないところありますけれど、日本のホーリネス教会は非常に強い根本主義者の、根本主義の教会で、
素晴らしい、教会たくさん出てきました。このリバイブルを通してですね。で、中田十字は聖歌にある、歌たくさん翻訳したり書いたり、作曲したり、したそうですね。チャールズ・カルモンは、素晴らしい宣教師でした。本当に伝道で燃えて、神様のために頑張ってました。で、中田十字は素晴らしい日本人の牧師でした。この二人は素晴らしい協力で、神様に、用いられてリバイブルが起こりました。一つだけの注意ですけれど、チャールズ・カーモンの、働きすぎ、もう神様のために働きたくて、働きすぎましたから、健康はダメになりました。それはいけません。神様でさえ、宇宙、天地を創造された時、神様でさえ、7日目にお休みになりましたから、せめて1週間に1回、牧師伝道者は、休むべきです。これは健康のため、また神様の働きのためでしょう。全然休めないとね、心は疲れてきて、神様の働きはできなくなりました。チャールズ・カルモンはそうでした。チャールズ・カルモンは神様の働きできなくなって、病気で体は動かないようになって、そして奥さんは毎日毎日ベッドのそばに座って、いろんな面白い本を書きました。その奥さんの方は、その面白い本たくさんの中からいろんな、デボーションとか、面白いところとか興味深いところとか聖書を説明するところを集めて Streams in the Desert、という本を書きました。それ日本語にも翻訳されて、砂漠の、泉という題でしたから多分ね、しかしそれはもう残念ながら、チャールズ・カルモンは働きすぎて、健康を壊しました。なのに素晴らしいリバイブルが起こりました。そしてその宣教師と日本人伝道師を通して、その2人を通して素晴らしいリバイブルは来ました。それからね、戦後すぐもたくさんの、教会は開拓され、大勢の日本人はクリスチャンになりました。戦後すぐ日本人は戦争で負けましたから、もしかしてうちの宗教は問題で負けちゃったという日本人は多かったそうですね。ですから、その時、大勢の日本人救われました。たくさんの宣教師アメリカから来て、伝道してました。マッカーサー将軍はその時アメリカの教会に言いました。1万人の宣教師を送ってください、そうすれば日本はクリスチャンの国になるでしょうとマッカーサー将軍は言いましたが、2000人ぐらいは来ましたね。足りない人数は来て、日本はもちろんクリスチャンの国になりませんでしたが、たくさんの教会は開拓されて、たくさんのクリスチャンは、日本人はクリスチャンになり、良い伝道はありましたね。ですからこんなに日本の歴史にリバイブルがあったので、今もリバイブルを期待することができます。望みましょう、祈りましょう、リバイブルね。じゃあ続いて、この初めにというところを読むと、さてリバイブルとは一体何なのでしょうか。じゃあリバイブルはあったと言いながら、リバイブルは起こる可能性があると言いながら、これはリバイブルだという定義がなければ理解できないですね。はい、じゃあローマ数字の1、第9課ローマ数字の1、リバイブルの意味なんですか。リバイブル、その言葉、リバイブルという言葉の意味ですね。 A、 リバイブルとは復活、生き返るという意味である。逆戻りを直すことである。エレミエ書3章を開きください。エレミエ書3章
22節読みたいと思います。敗信の子らよ、帰れ、私があなた方の敗信を癒そう。今私たちはあなたの元に参ります。あなたこそ私たちの神、主だからです。じゃあ神の言う言葉と、イスラエルの言う言葉ですね。まず神様は敗信の子らよ、まあ、今の言葉で逆戻りという、言葉ありますね。敗信の子らよ、帰れ。どこに帰るんですか？神様のもとに帰るんですよ。私があなた方の敗信を癒そう。じゃあこれはリバイバルです。神様は人間の、逆戻り、人間の敗信を癒そうということですね。そして人間の答えは何ですか？今私たちはあなたのもとに参ります。あなたこそ私たちの神、主だからです。じゃあ神様は主権の神様ですから、じゃあリバイバルが必要だと。そして神様の導くものは、ああ主よ、私たちは戻りますので、神様のもとに戻りますので、お願いします、リバイバルを起こしてくださいとお祈りしますね。この2つの部分があります。神様からの、御心と人間のお祈り、この2つによってリバイバルは起こります。で、復活、生き返るという意味ですね、リバイバルはね。B、もう一つ似てる言葉ですね。同じ3章の14節ですね。敗信の子らよ、帰れ、主の見告げ、主の見告げ、3章の14節ね。全部読むと、敗信の子らよ、帰れ、主の見告げ、私があなた方の夫になるからだ。私はあなた方を町から一人、士族から二人選び取り、シオンに連れて行こう。これはシオンは神の町でしたね。エルサレムの一つの名前ですね、シオンというのはね。ですからエルサレム、ユダ人にとってエルサレムに戻るということは、帰るということは、神様のもとに帰るという意味でしたね。じゃあ具体的に C、1の C、 具体的に生徒たちの減り下り、精霊の満たし、失われた人々の救い、この点で、よく議論されてますけど、リバイバルとは何ですかという、まあ、学者は、これを議論します。リバイバルは、人は人の救いですか、信者の、もう配信の直しですか、人は神様に戻ることですか、または人の救いですかと、いう議論がありますね。で、いやリバイバルとは人の救いじゃない、ただ神様のものは神様に戻るということですね、神のもとに行くということで。しかしね、考えてください、両方です。神様の者たち、クリスチャンたちは心を直して悔い改めて神様のもとに戻るということなら、人は必ず救われます。必ずクリスチャンたちは神と共に歩んでいるとき、未信者はそれを見て救われます。神様の者は神と共に歩んでいるんだったら伝道します、証しをします。そしたら人々は救われます。これはだからリバイバルは両方です。リバイバルは神のものは神のもとに戻る、ね、心を直して悔い改めて神様のところに帰る、そしてその結果は人々は救われます。結果ですね、両方はリバイバルの部分ですね。じゃあ一つね、ジョン・ウェスレーの定義あります。これ見てください。リバイバルの意味は D、 罪だけ恐れ、神だけ望む、100人の男がいれば世を動かすことができる、ね、神だけ恐れ、人間恐れないね、
神だけ望む、本当に神様のなさる技だけ望むこと、そういう100人の男がいれば世を動かすことができるとジョン・ウェスレーが言いました。このジョン・ウェスレーはメソディスト教会を始めた人ですね。じゃあリバイバルはこういうふうに起こります。ローマ数字の2、リバイバルが必要なもの。誰がリバイバルをいりますか？リバイバルは誰のためですか？リバイバルが必要なもの。詩編85編の6節、詩編85編の6節、お読みします。あなたは私たちを再び生かされないのですか？あなたの民があなたによって喜ぶために、じゃあ神様によって喜ぶために生かしてください。つまりもうこういう言い方ありますね、英語で Dead Church、 死んだ教会。確かに人々は出席してます。クリスチャンたち集まってます、礼拝をしてますけれど、あまり霊的な、礼拝はないんですね。ただ集まってなんとか礼拝してる、そして毎日毎日は自分の生活してる。日曜日だけ集まってクリスチャン生活します。月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日、これは自分勝手な生活です。これはリバイバルが必要な Dead Church、 死んだ教会です。でもう一度読みます。6節ですね。あなたは私たちを再び生かされないのですか？あなたの民があなたによって喜ぶために。ね、自分の喜び どこですか？皆さん考えてください。何を喜んでますか？ね、自分の好きな野球チームが勝ったから喜んでますか？または神によって喜んでますか？皆さん、心は冷たいですか？心は熱くなるためにお祈りしましょう。リバイブは祈りを通してきます。まず A、ローマ数字の2の A、未信者ではない。未信者は霊的に死んでいるから、リバイバルは不可能である。まあ今言ったのは、教会は霊的に死んでいると私は言ったんです。信者は本当に神様を信じているかもしれない。本物のクリスチャンかもしれないけれど、あまり神様のために頑張っていない。普通に集まって礼拝していると、そういう教会ですね。そういう教会は死んだ教会、もう命がもうないみたいな教会ですね。で、エペソ書の方を開いてください。未信者はリバイブルが、リバイブルはまず未信者のためじゃないです。信者のためで、信者の証を通して未信者は救われるけど、エペソ書2章によると、未信者、イエス様を信じない者はもう救われていないから、もう死んでる。2章の1節。あなた方は自分の罪かの罪との中に死んでいたものであって。2節。その頃それらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として、今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。これはクリスチャンじゃないです。明らかに霊的に死んでいるものです。しかしクリスチャンは、まあ背信という言葉ありましたね、エルミヤ書にね。神様から離れています。クリスチャンですけれど、もうこの世のいろいろは入ってきて、この喜びを抑えてます。力を抑えてます。伝道したい気持ちを抑えてます。証を抑えてますね。そういうクリスチャンは
リバイバルがいります。同じ2章の5節、2章の5節。罪化の中に死んでいたこの私たちをキリストイエスと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。じゃあ、死んでいる、死んだ、前は死んだけど、イエス様を信じて生きてきた。本当に生きるようになったんですね。皆さん、イエス様を信じた時の気持ちを覚えてください。それはリバイバルの状態です。イエス様を信じたばかりの人は、イエス様を喜んでいます。神様によって喜んでいます。そして証しします。自然と証しします。私の祖父、ジョン・ R ・ライスは、そう教えました。イエス様を信じたばかりの人は、もう誰かに説明したいです。証ししたいです。で、ルイザナ州だったと思いますけど、アメリカのルイザナ州、そこにフランス語ばっかり話す人結構いますね。だんだんもうみんな英語できるようになりましたが、これは昔ですね。で、こう、あまり英語正しく話せなかった奥さんに、ジョン・ライスは証しをしました。そしてその奥さんは、早く信じました。さて、ジョン・ライスは出て行って、帰ろうとしたところに、フランス人の奥さんは家から出て、ちょっと待って、先生、先生、お願いします。何ですか？ああ、私の友達にこの今おっしゃった言葉言いたいですけど、それ大丈夫ですかと。ああ、どうぞと、ね。イエス様を信じたばかりのクリスチャンは、証ししたいです。それはリバイバルの状態です。イエス様を信じて救われたばかりで、神様を喜んでいる、聖書を読んでいる、教会に行っている、これはリバイバルの状態です、ね。で、イエス様を信じたばかりの人はリバイバルも知ってますけれど、それだん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 離れていって、まあ、ヨハネが黙示録で言ったように、あなたの最初の愛を離れていきました。ね、神様から離れていきますね。聖書を読むのを忘れたりして、祈りは弱くなったりして、祈りの答えは出ない、証しする時は証しできない、教会の伝道集会の時はいやーちょっと時間ないなと、これはリバイバルが必要ですね。2の B ご覧ください。2の B、 リバイバルが必要な人は神の信者である。1、信者の信仰は弱くなる。マタイ伝8章24節から読みたいと思います。マタイ伝8章24節か24節から、27節まで読みます。まあ23節で始めましょうか。23節。イエスが船にお乗りになると、弟子たちも従った。すると、見よ、湖に、大暴風が、起こって、船は大波をかぶった。ところがイエスは眠っておられた。弟子たちはイエスの身元に来て、イエスを起こしていった。主よ、助けてください。私たちは溺れそうです。イエスは言われた。なぜ怖がるのが、信仰の薄い者たちだ。それから、起き上がって、風と湖をしっかりつけられると、大なぎになった。人々は驚いて、こう言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方がどういう方なのだろうか。信仰は薄かったですね。弱い信仰というか、まあ、日本語で薄いというんですけれど、信仰が薄い、あまりもう神様の技を信じないですね。この弟子たちは、もうこうイエス様は一緒にいるのに、
それを忘れてました。これはリバイバルが必要なクリスチャンの状態です。イエス様は一緒にいるのに、イエス様を忘れてしまいますね。リバイバルはいります。B の2。また神の技を見たことがない信者もいる。出エジプト記14章。出エジプト記14章。13節と14節。お読みします。出エジプト記14の13と14。それでモーセは民に言った。恐れてはいけない。しっかり立って今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。あなた方は今日見るエジプト人をもはや永久に見ることはできない。主があなた方のために戦われる。あなた方は黙っていなければならない。ただ黙って神様は戦います。これを見なさいと。それからすごい奇跡は起こりましたね。皆さん、神様の技見たことがないクリスチャンいますね。イエス様を信じて一般的なクリスチャン生活して、教会に出席して、そして祈りの答えをあまり知らない、ね。そんなことね、そういうクリスチャンはちょっとかわいそうです。神様は素晴らしい技なさいますから、ね。皆さん、リバイバルが必要な人は誰ですか？神様の技を見たことがない人です。次のページですね。C、例は一つですね。新聞記者たちは1904年のウェールズリバイバルを調べに行った。彼らは一人の警官にリバイバルはどこですかと尋ねた。警官は答えた。諸君、リバイバルはこのユニフォームの中にありますよ。というと、つまり、その警官、そのクリスチャンの警察ね、おまわりさんは、リバイバルで心はもう生きるようになって、神様と共に歩んでいる。だから、この私のユニフォームの中に、私の心にリバイバルあります。この記者たちはどこか行って何か見て、あ、これが、あ、これ見たら、あれリバイバルだろうということを考えていましたが、リバイバルは人間の心の中で起こるんですよ。ね、リバイバルが必要な人ですね。皆さん、神様はリバイバルを与えてくださいます。ただ私たちは待っていますか？祈ってますか？リバイバルは来る数です。祈ってますか？祈っていなければリバイバルは来ないですね。今私は心の中で毎朝祈ってます。ああ、神様、旭川で何か素晴らしいことをなさってください。何かこの出来事を聞く、あなたのなさることを聞く皆さんは、ああ、神様素晴らしいことを旭川でなさったねというように私は祈ってます。はあ、祈りなければリバイバル来ないです。リバイバルが必要な人誰ですか？ああ、神様何かなさってください。私たちの間で何か素晴らしい技をなさってください。これはリバイバルを求めることです。どうですか？リバイバルを求めてますか？ローマ数字の3。リバイバルの必要、考えていただきたいと思います。ホセア書6章2節。イザヤ、エレミア、エゼキエル、ダニエル、ホゼアですね。ホゼア6章2節。お読みします。主は復活の後、私たちを生き返らせ、3日目に私たちを立ち上がらせる。
私たちは御前に生きるのだ、ね、ああ生きる、生き返らせ、これ生きてる人でしょ、本当に生きてる人がそう祈ってます。ホセアは生きている神様の預言者です。そしてホセアの祈りはね、主は2日の後私たちを生き返らせ、もう生きてる人を生き返らせというのは霊的に生き返らせてください。リバイブルの必要なのは何ですか。はあ、生き返るように、ああ神様、私の心は乾いてます、私の心は死んでます、ああ神様、心は死んだように感じますから生き返らせてください。これはリバイバルの意味です。生き返ること、心は生き返る。まあそういう時あるんじゃないですか、こう疲れた、霊的に疲れた、うん、神様周りを見て、この教会を見て、神様何にも なさっていない、ね、ああリバイバルが必要ですね。A、 私たちは御前に生きるのだ。どこですか？神様の御前に生きるんですよ。もう自分勝手な生活をしている信者たくさんいます。神様のリバイバルは神の前に生きるためです。もう自分のもう勝手な生活、自分の好きなものばっかり食べて、全然宣教師をか、もう外国に行った日本人の宣教師考えずに、全然牧師考えずに、全然周りの、もう仕事の周りの人の霊的状態感じないで、自分の家族は救われているかどうか、まあいいや、それ後でという考える人、これはリバイバルが必要ですね。神の御前に生きるためです。ローマ数字の3の B 見てください。リバイバルが必要な時、エレミア書6章によると、イザヤ・エレミアですね、6章14節、彼らは私の民の傷を手軽に癒し、平安がないのに平安だ、平安だと言っている、ね、だからもう心の傷を少しだけ癒されているということですね。心の傷はありますか？誰でもありますよ、ね、本当にクリスチャンはみんな心の傷はあります。ああ神様、私の傷治してください。そしたらね、その傷をあまり考えないで神様に向かっているんですよ、ね、今私はハドソン・テイラーという宣教師ね、中国に行ってチャイナ・インランド・ミッションという素晴らしい宣教団体を始めた宣教師の伝記、長い2冊ともある伝記で1000ページぐらい全部読むとね、今読んでますね。ハッソン・テイラーは神の前に生きることを学びました。そして周りはどうなっても喜べるということを学びました。さて、宣教団体の宣教師たち、いろんな中国のいろんな町で頑張っている時、ハッソン・テイラーは奥さんから離れて、別々ですね、奥さんから離れて、子供たち英国にいるのに、ハドソン・テイラーは中国にいる、だからもういろいろ大変でしたね。そしていろいろこう選挙団体の仕事をしなければならない、その時ね、若い宣教師はハドソン・テイラーの書斎に入って、先生、先生大変です。何ですか？はあ、先生、どこどこという町、そしてどこどこ、2つの中国の町で私たちの宣教師が住んでいるところに、大混乱になりますよ。もう中国人が出てきて、もう外国人帰れ、外国人帰れと言って、もう大変な状態です、もう殺されそうでしょという時ですね。それはハドソン・テイラーは聞いて、はい、わかりましたと言いましたね。そして若い宣教師は部屋を出ようとしました。ちょうどその時ハドソン・テイラーは口笛をしました。そして
口笛した歌は神様の平和についてでした。Resting, I am resting sweetly in thy promise. 神の約束で心を休んでますという歌でした。これをハッツン・テイラーは口笛でしました。ハッツン・テイラーの一番好きな歌でした。神に頼って休んでます、心は休んでます。若い宣教師はびっくりしました。振り向いて、へ、先生こんな時に口笛するのですかと聞きました。で、ハッツン・テイラーの答えは非常に興味深いです。え、大騒ぎしたら助かりますか？がっかりして絶望しても宣教師たちは助かりますか？いいえ、ちょうどこんな時に神様の喜びをしなければならないんです。神によって喜ばなければならないんですよと、ね、皆さんそうです。リバイバルされた心は毎日一日中喜んで、毎日一日中平安がありますよ。これはリバイバルされた心です。神の御前に生きる心なんですね。じゃあ、ローマ数字の3見てください。リバイバルが必要な時、1、今よりイエスともっと近く歩んでいた時があろうか？今よりイエス様ともっと近く歩んでましたか？2、今より熱心な時があったであろうか？3、今よりよく伝道した時があったであろうか。そんな人は、そんな信者はリバイバルが必要ですね。だん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 クリスチャンはだんだん成長して、前より神と共に歩んでいるならばこれはいいですね。しかし今より神と共に歩んでいた時がありますか？リバイバルはいります。リバイバルはあなた今一人だけ聞き手で始まるかもしれません。私はこういう説明を聞いたことあります。一人の信者は宣教師じゃなくて伝道師のところに行ってこう聞きました。先生、リバイバルはどうやって始まりますか？伝道師はひざまずいてチョークで床に丸を書きました。そしてこう言いました。この丸の中に入ってこう祈りなさい。神様、リバイバルはこの丸の中で始まるようにお願いします。つまり自分でリバイバルが起こります。始まりは自分です。一人だけの信者は神様の御前に、神様に近づいて神様と共に歩めばリバイバルは起こり得る。しかしいざとなると神様が与えてくださいます。人間は祈るべきです。神様は与えてくださいます。ローマ数字の4、リバイバルの主、ルカ伝10章2節。ルカ伝10章2節。2節を読みします。そして彼らに言われた、実りは多いが働き手が少ない、だから収穫の主に収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。これはリバイバルの祈りじゃないですか。働き手はいります。誰もこの周りを見て誰も神様のために働いていない。ああ神様、働き手お願いします、実りは多いですというと、どういう意味ですか。実りは多いだというのは一節でわかります。一節、その後主は別に70人を定め、
ご自分が行くつもりのすべての町や村へ二人ずつ先にお使わしになった。じゃあイエス様は来るよ、イエス様はキリストは来るよという人ですよ。70人行って伝道旅行しまして、イエス様はこれから行く地方に行ってキリストは来るぞと語りなさいとイエス様は言ってますね。そういう人たちは2節、そして彼らに言われた実りは多い。実りは何ですか？イエス様を信じたい人、未信者、これから救われる人は多いですけれど、働きではいない、少ないね。ああ皆さん、リバイブルは人の救いで続きます。ああ私は神と共に歩んでいるという人は証し全然しないと誰も救われないと、これはリバイバルじゃない。収穫の種ね、収穫の種、これは聖霊です。聖霊ですね。聖霊はリバイバルを与えてくださいます。聖霊はリバイバルを与えてくださいます。 A 4の A、収穫の主である聖霊は罪人が救われるように努めておられる。ヨハネ伝16章8節から11節まで、ヨハネ伝16章8節から、このその方、8節のその方はもちろんイエス、聖霊ですね。お読みします。8節から11節まで。その方が来ると、罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせます。罪についてというのは、彼らが私を信じないからです。また、義についてとは、私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなるからです。裁きについてとは、この世を支配する者が裁かれたからです。この罪を認めさせる、裁きを認めさせる、これはね、聖霊の働きです。人は救われますように。当然聖霊で満たされた人、聖霊と共に歩んでいる人、聖霊の実を実る人は人をキリスト様に導きます。当然ですね。聖霊の働きは救いの働きですね。だからリバイブルが起こるとき、人は救われます。まずクリスチャンたちは神と共に歩むようになる。それから彼らの証を通して人々は救われます。必ずそういう順番です、リバイブルはね。ちょっと初めにというところに戻ってください。1883年から7年間のリバイブルと伝道運動がありました。国中の教会員は5000人から3万人に増えました。毎年1年にそれは3571人の平均ですね。だからクリスチャン、日本のクリスチャンたちはリバイブルが起こって神と共に歩んで伝道して、たくさんの日本人は救われました。1900年、大教伝道ありましたね。その50の教会、60人の牧師、12人の宣教師たちは参加して、そして2ヶ月、間だけで、2ヶ月だけでしょ、5307人救われました。これはすごいですね。クリスチャンたちは神に戻って生きるよ、霊的に生きるようになり、そして証しするようになったら、たくさんの人は救われました。また1901年よりチャールズ・カーマンと中田十字の伝道を通してたくさんの人々を救われましたね。さて戻って、ローマ数字の4ですね。リバイブルの主は聖霊ですね。で収穫の、働きは聖霊の働きですから、本当に聖霊に満たされた人たち、聖霊に頼っている人たち、神と共に歩んでいる人たち、聖霊の 実を結ぶ者たちは、じゃあ伝道して旧霊獲得をします。じゃあ B 見てください。ローマ数字の4の B、
私たちも大命令に従い罪人が救われるように努力すべきである。1祈り、2大衆伝道、3個人伝道。まず祈り、自分の心はこう乾いてる神の水である聖霊を求めている。神様、リバイバルを与えてください。自分の周りに丸を書いて、チョークで書いて、そして神様のこの丸の中でリバイバルを起こしてください、リバイバルを与えてくださいと祈るべきですね。クリスチャンたちはこう祈るようになるとリバイバルは起こります。そしたらね、もういろんなトリックとか技とかね、こう教会をもう成長させるためのもういろいろこう技なんかいらないんです。何がいりますか？祈り、そしてまた大衆伝道、個人伝道ですね。C、こうしてリバイバルが起こるであろう、ね。一つの例は、ですけれど、日本に来て、神様、日本でもリバイバルが起こる可能性がありますかと私は祈ってました。そして1年間以上日本で頑張って、日本語を勉強して、そしてリバイバルを祈りました。神様、日本で人々は救われますか？日本に来る前はね、日本人は難しいと聞いてましたから、日本人は救われますかと思ってました。そして私は代理牧師であった、新所沢バプテスト教会、もうないんですけれど、新所沢バプテスト教会で、伝道集会を計画しました。そして、親友、トマス・ティーニー先生を呼びました。ティーニー先生との準備、をする、時は、先生、何人救われますように祈りましょうか、私たちは2人は祈りました。で、祈って、そして2人で決めました。10人救われるように祈ります。日本人10人、この伝道集会を通して10人救われますように祈りましょう。そして祈って、そして努力しました。両方いります。祈って努力しない人はダメです、ね、努力して祈らずに努力するクリスチャンはダメです。両方いります。祈りと努力。たくさんのチラシを配りました。たくさんの人々を招きました。その小さい教会はいっぱいになりました。そして1週間の集会でしょ。今あまり教会はあまり1週間の集会しない。1週間だったと思いますね。その間9人救われました。10人救われるように祈ってましたが、10人救われるように祈って9人救われました。伝道集会終わった後でティーニー先生と2人で、出席した1人の奥さんのところに、訪問しました。そしてその息子が出てきて、君、坊やイエス様を信じてますかと個人伝道したら、その子供はイエス様を信じました。そういうふうに10人イエス様を信じました。なぜですか？心からリバイバルを求めました。心から神様の技を求めました。ああ、皆さん、今も神様のリバイバルを心から求めましょう。時間かかるかもしれません。1年、2年、10年かかるかもしれませんが、祈れば神様はリバイバルを与えられます。小さい教会、一つだけの教会のリバイバルかもしれない。日本中のリバイバルかもしれないけれど、リバイバルは来るでしょう。そのために祈りましょうね。じゃあ、お祈りをさせていただきます。天国の愛するお父様、私は、この、40年間、あなたの御言葉を語っています。小さいリバイバル何回か見たことあります。大きいリバイバル見たことあります。日本でのリバイバル見たいです。この教会で起こしてください。旭川にリバイバルを与えてください。沖縄にリバイバルを与えてください。日本中に、東京に、横浜に、いろんなところにリバイバルを与
与えてください。ああ主よ、あなたの信者たちはあなたと共に歩んで、そして伝道してリバイバルが起こるようにお願いいたします。主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ありがとうございました。